無邪気な兄は山で遊ぶ、しぱくな。マヤの神話に登場する巨人。神々と敵対した、ブクブカ騎手の長男。力自慢の異常風カブラカンの兄である。父や弟と同じく、山を背もたれにして眠るほど巨大だったという。無邪気なところもあり、遊ぶためだけにたった一晩で山脈を作り、その山を相手に球技をして楽しんだという。だが、父や弟と結託し、人間の支配を行おうとしていたことで神々の怒りを買ってしまう。大好物のカニに釣られて、今にも崩れそうな谷底へとおびき出されたシパクナは、山崩れを起こされて無惨な最後を遂げた門番を務める炎の剣を持つ巨人。すると、北欧神話の中で、火の国ムスッペルエイムの門番をしている巨人。名前のスルトには、黒いものという意味がある。南の果てにある火の国は、この世が始まる前から存在したと言われる。だが、その地はあまりにも熱く、そこで生まれたものしか生きてゆくことができない。あまりの暑さのため、近隣に住む者もいないという。スルトはそんな火の国で生きてゆける唯一の巨人。手に炎の剣を持ち、門番を務めている。ラグナロクの際には、火の国の民と一緒に神々を倒し、この世界を燃やし尽くすと言われている日本を代表する伝説の大男、ダイダダボッチュ。太古の昔、日本に住んでいたと言われる巨人。ダイダダボッチュと漢字で表記されることもある。計り知れないほど大きく、天まで届くほどだったという。歩くだけで足跡から湖や沼ができたとも伝わる。山を作ることが趣味で、春野さんも富士山もダイダダボッチュが作ったという伝承がある。富士山を作った際には、二つの説がある。一つは土を掘り、そこに大きな穴ができ、それが現在の琵琶湖だという説。もう一方は、富士山を作るために甲州の土を取って土盛りした。その結果、甲州は盆地になったという説だ。意外なところに弱点が、タラス。ギリシャ神話に登場する青銅の巨人。クレタ島に住み、日に3度、島を駆け巡り、近づいてくる船があれば、容赦なく岩を投げつけて撃退したという。体が巨大なだけでなく、敵を抱きしめれば、高熱を使って焼き殺すこともできた。完全無欠の巨人に思われるが、タロスには大きな弱点があった。それは、体の中は首からくるぶしまで一本の血管で走っていて、くるぶしにある青銅の線で止まっているということだ。線を抜くと、そこから血が溢れ、体中の血が抜けて失血死してしまうのである。